皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。2025年度の税制改正に向けて自民・公明両党は25日から本格的な議論を始めています。103万円の壁の引き上げに向けた制度設計が大きな焦点で、富裕層の減税を制限する案などを含めて検討される見通しです。自民・公明両党は25日の午後、税制調査会の総会を開きました。これまでの議論は、年収の壁を引き上げた場合、高所得者ほど減税の恩恵が大きくなるとの指摘が出ています。このため非課税枠が適用されない富裕層を増やすなどの案も含めて検討される見通しです。今見直しが行われている年収の壁について、一定の年収額になると税金や社会保険料の負担が生じ、この年収の境目が壁と呼ばれています。働く時間の抑制につながり、企業側にとっては人手不足の要因になっている現状です。所得税が発生する103万円の壁については、国民民主党が最低賃金の上昇率に合わせて178万円に引き上げるよう要求しています。社会保険料では106万円の壁や、従業員が50人以下の企業に勤める人の130万円の壁があります。自民・公明両党はそれぞれの税制調査会で財務省から経済の状況や国と地方の財政状況などについて説明を受けました。自民党の総会では、出席者から国民民主党が主張する年収の壁を178万円まで引き上げることについて、地方の税収が減ると社会保障の経費が心配だなどとする意見が出たということです。年収の壁をめぐっては、これまでに与党内から地方への影響を小さくするため、国税である所得税の控除を引き上げ、地方税である住民税の控除をそのままにする、いわゆる分離案が浮上していて、今後議論となる可能性もあります。また一定の所得を超えた場合に段階的に控除額を引き下げる、いわゆる富裕層に対する所得制限の幅を広げる案なども浮上しています。全国知事会長の村井健知事は、年収103万円の壁撤廃は地方税減収になると反対を表明しましたが、これに対し国民民主党の榛葉幹事長は15日の記者会見で、地方税収に悪影響を与えることは絶対させない、財源論の前に国民の生存権だと強調しました。政府はガソリン代や電気料金について補助金の支給を行ってきましたが、榛葉氏は、補助金行政ではなく減税をすべきだ。後から補助金で返すなら最初から取らなければいい。何度も言いますけど、財源論の前に国民の生存権ですと熱弁しました。なぜいつも財源論や減収とマイナスイメージだけを報道するのでしょうか。税は財源ではないのは以前の動画でも説明していますよね。実質的な減税につながる政策は必ず消費を喚起し、税収増につながり、GDP も押し上げます。コストアップ型のインフレは実質的にはデフレであり、この苦境の中にあっては積極財政一択と国民の判断も出ています。そもそも国の支出は一般会計だけでも112兆円。それに対して税収は72兆円。すべて税収財源論はこのことを見ても破綻していますよね。政府の負債を国民の負債とし、国民一人当たりいくらといったような国民の借金のごとく恐怖感を煽り、将来にツケを回すなどするプロパガンダはもう通用しません。こちらの画像は日本政府の長期債務残高となっています。財政破綻とは、政府が債務返済ができなくなるということですよね。1970年と比べて177倍にもなっているんです。 2,3 倍ならともかく、177倍ともなりますと、とっくに破綻していてもおかしくないのではないでしょうか。安倍政権時代のコロナ禍でも50兆を超える国債を発行しましたが、破綻しましたでしょうか。ハイパーインフレになりましたでしょうか。国民はもう目覚めています。日本国債というのは 100% 日本円建てです。実際私たちが普段使っている千円札や一万円札には日本銀行券と書かれており、それは日本銀行という日本の中央銀行が作り出したものです。
そしてその日本銀行の株主は 55% が日本国政府であり、日本政府の事実上の子会社なんです。そのうちの半分以上は日本銀行が保有しています。また日本銀行のお金の発行は国債を買い取ることで行われるため、国債を買わないわけにはいきません。なので財政破綻はしないと言われているんですね。また国債利払いも一度は日銀に政府から返済されますが、後に政府の国庫に返上されます。こんなトリックもあるんです。政府は貨幣を作り出すことができる、このシンプルな一点を認めてしまえば、様々な経済財政政策についての帰結が普段素朴に信じているものとは全く違うものとなっていくのではないでしょうか。先ほどお伝えした与党内で浮上している分離案とはどのようなものなのでしょうか。103万円の壁を見直す狙いは、基礎控除を引き上げることで減税し手取りを増やすこと。今回出てきた分離案は、所得税の基礎控除のみを引き上げて、住民税は据え置きにするというもの。年収178万円の働き手は、国民民主党の案よりも住民税で年間4万円から5万円を負担し、元々の社会保険料を支払うことになるということです。与党としては国民民主党の協力を得て、12月中旬の取りまとめを目指す方針です。住民税非課税世帯への給付金につきましては、1世帯あたり3万円、子供1人につき2万円の加算という内容ですが、その他の詳細情報、支給時期、支給対象者などは発表されておりません。YouTube 上でもそのような情報も多く散見されますが、正しい情報を理解し、ファクトチェックをしていきましょう。今、財務省の公式 SNS に異変が起きているのをご存知でしょうか。衆院選前は財務省の投稿に対して10件や20件程度のコメントがつく状況でしたが、選挙後はそれが大幅に増え、中には2000件を超えるケースもあり、その多くが誹謗中傷のようなものも含めて批判的な内容です。もう我慢の限界、財務省が日本経済を衰退させ、日本国民を苦しめているといった声も多く投稿されています。この財務省の SNS が荒れている件、国民はもう洗脳から覚めて声を上げ始めている証なのかもしれません。こちらの番組では、日々さまざまな支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報をお届けしております。確かな情報を分かりやすく、そして聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。こちらの YouTube をはじめ、TikTok、ラジオトーク、X、インスタ、ブログなど、各種 SNS でも活動しております。中でもラジオトークでは、YouTube とは一味違った生配信スタイルで、皆様と楽しい時間を過ごしております。こちらにダウンロードからフォローのやり方を掲載しておきますので、皆様で素敵な時間を過ごしてみませんか？ぜひ遊びに来てくださいね。そして各種 SNS は各動画の概要欄に URL を掲載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。